はい、大丈夫。コミュニケーションセミナーお疲れ様でした。それではみんな飲むよ、乾杯。今心電図が読めるとか読めないとか、これは問題ではありません。いつ読めるようになるかです。逃げて暮らすんですか。逃げるより読めるようになったら絶対楽しいし楽ですよね。知らないふりしますか。これからの心電図をもう皆様は生まれた時からですね、歩く、話す、乗るっていう、こういうことで一歩ずつやってこられてるんですよ。ね、これに比べたら心電図読むなんて、たやすいと思いません？谷口聡志です。このコロナ禍のこのご時世で、対面式のセミナーは今日までの3年間控えてきました。しかし、今回のセミナーは、対面式にて行います。もちろん感染対策は十二分に行ってまいります。しかしマスクの許容はいたしません。なぜ対面式なのか。それは僕からのエネルギーを受け取っていただきたいからです。オンライン開催にもいいところはたくさんあります。しかし今回はできればあなたの目を見て、顔を見て、直接僕からのエネルギーを受け取ってほしいのです。この対面式セミナーを控えていた3年間にいろんなことを感じていました。そして集約すると、やはり谷口聡志のセミナーは対面式が醍醐味だと感じました。この心電図セミナーでは対面式だからこそ感じられるエネルギーがあります。そのエネルギーをあなたの心の真ん中に届けたいのです。谷口聡志のセミナーはあなたの行動を変えることを第一の目的としています。行動が変われば習慣が変わります。習慣が変われば運命が変わり、人生が変わっていくからです。そう、人生が変わるセミナーにしたいのです。そして何より僕自身があなたのエネルギーを感じたいのです。僕はそれに応えます。どうか僕にあなたのエネルギーを直接ぶつけに来てください。あなたの変わりたいという思いをぶつけに来てください。僕はそれに全力で応えます。僕とあなたでエネルギーの交換をしましょう。この出会いが心電図を好きになってくれるきっかけになるはずです。そして今回対面式セミナーに来てくださったあなたへ、私からのエネルギーを直接受け取っていただこうと思い、モチベーションがアップするメッセージ動画をプレゼントさせていただこうと思います。これはプロモーションビデオの中でも女性が聞いていたものになります。勉強の合間だったり、コーヒーブレイクの時だったり、少しやる気が下がってしまった時などは、このメッセージ動画を聞いて元気を出していただき、モチベーションアップしていただけたらと思います。きっとエネルギーが湧き上がると思います。きっと行動が変わっていくと思います。そしてあなたの人生も変わっていくと思います。そんな気持ちで登壇させていただきます。3年ぶりの対面式セミナーであなたをお待ちしています。